光ってるぞ。いや、これこれは何ぞや。ないの。おら、何ぞや。あ、おいおい、タソや。集え、獣どもの野ぶいよ。あれ、立派な寝床じゃ。ふうた、なんぞや。え、作らねばござらんのか。作らねばならんのではないか、これ。お主が幕府を開くんじゃろ。いや、まずはじゃよ。人の城作ったろ。まずは寝床のふり。機材、これ後々この城にそれがしらが住むのじゃよ。エンディングはそれがしとゆらしでお別れといたすか。皆様、今日もおやすみなさいませ。おー、良い夢を。ほれ、それがし、皆様の枕元にも枝が落ちるように。木の枝じゃ。木の枝を、木の枝、いつもより多めに揺らしております。おやすみなさい皆様。あー、良いな。伝統芸能木揺らしよ。良い、うん、良き夢を。お、来た。すごい、獣どものやぶ。おお、浮世のことを忘れて。良いな。獣たちと戯れ。良いな。のんびりと島で日暮らしといったところかの。おや、良いの口じゃな。うん、おらおら、なんぞや。タヌキで。おい、うん、和歌でも読むつもりではござらぬ。こやつが歌っておったのではござらぬ。こやつの歌か。お、知らせてくれるのじゃな。こやつにさのような権限はないが、お主、タヌキに不信感を抱いておるの。まだ信ずるのは早いぞ、こやつ。いやいや、タヌキ様じゃよ。おお、なんぞや、なんぞや、河原版じゃよ。未飛行場じゃ。飛行場が、未飛行場が、未をやめたいの。開いたのじゃな。見にくい、未飛行場。なんぞや。はあ、他の世界の天下中の人々と交わることができる。なるほど。我らは一人ではないのじゃ。海を飛ばせたりするということか。はあ、やぶみが打てるわけじゃな。ゆくゆくはこの目安箱の誰かの島へ行ったりできるので。おお、良き案じゃな。交われるのよ。ふうたちゃん、風の神さん、風太じゃよ。風神様の嫡男、風太殿か。三島の仲間になりました。あら、誰が認めたと申すか。さようなこと。そうなのじゃ。相談もなしに部外者を入れるのはもってのほかじゃ。怪しいの。なんぞや。いや、拒否いたすわ。なるほどの。拒否いたす。いや、こっちはまだ許可しておらぬぞ。風太など、つまみ出せ、つまみ出せよ。開口一番、まって話、開口一番、出ていけって強く申すのじゃよ。たわけたことを申すな。まずは話してみてからじゃ。それ出陣じゃ。それがしを呼び出しては来るまい。まずはなれば、あの火の前で、いざ。それがしが降臨するぞ。火の神様よ。どこから俺の剣の降臨。入れた。いや、場所はもうよい。あ、もうない。火がたかれ、あの儀式が、お主を呼び出す儀式が、儀式はできぬのではないのか。あるのじゃ。ぎょい。まだ慣れぬ。安城じゃ。安城と読みます。忘れておった。安城と読みますの発音は。いざ、いざ。さあ、どろりと現れよるからの。この瞬間がまたいいのよ。安城召喚よ。安城召喚。ああ、良いの。来たの。上に刻が刻まれておるが。あ、なんぞや。L。あ、なるほどの。うん、お主も押すのじゃ。よし。お主少し焼けておるの、火に。お主白すぎ。お色が黒。お主さような肌白くやるの、お主は。勝手に。そうなれば。この動きが可愛いの。まずは手は逃げるぞ、逃げるぞ。まずは松舞ぞ、松舞。
松間いいぞ、それがしの家もあこれ今のがそれじゃあこれじゃな貧しいのー、我ら。一緒じゃろ。ああ、我ら。これを屋敷用の徐々に屋敷を広げていけるのかな。立派な城じゃな。立派な城にせねばなるまい。日本の歴史で言うと今は弥生時代ぐらいの暮らしなのじゃ。そうじゃ。弥生から奈良飛鳥。おっとっと。魚影が見えた。魚影じゃな。それがし。釣りに興じようぞ。いや。ほな お主は茶でも積んでおけ。草を取るしかもうないのじゃ。ないのよ、ないのよ。難しいのよ。いや、とな。お、ゆさりゆさり。ゆさりゆさり。いないいないいない。いないいないいない。ゆさゆさ。こっちじゃこっちじゃ。お主。ああ、立っておるのじゃ。その松を揺らしておる場合ではない。こっちじゃ、お主。何をしておるのじゃ。いいのよ。そうじゃ、浜の方を見に参ろう。銭になるものを。浜じゃ浜に謎を落ちてやる夜やもして。お、なんぞやこれ。光っとるぞ。いや、これ。これはなんぞや。ないのか。かぐや姫か。かぐやがおるんじゃよ。竹がないぞ。されども竹ではないぞ。そうか。芝じゃ。いや、芝姫じゃよ。ここから竹が生えてくるのではござらんのか。もうすでにここだけが光っておる。よし、待っておこう。ここで。よし、かぐやじゃよ。芽が出るのを待とう、かぐや様。されども春にならねば竹など出てこんのよ。5月まで待つのよ。旬が5月じゃろ、竹の子は。あ、撮影してしもうた。何撮影してるそれが死ぬ。おら、なんぞや。あ、おい、おい、たそや、たそや。いるじゃろ。おい、るが、もし、折れて折れる。もしもし、もしもしもしそこな方やーい。あ、蘇りよ。するじゃ。お、白雷じゃ。白雷から流れ黒船じゃ。黒船来襲、黒船来襲。まず待って、お主。皆の者、お主、皆の者、早こちりをしておこう。皆の者、お主、急報、急報。話を、浜辺に黒船、ペリー殿来航、ペリー来航。話を聞かぬか。さように悪い奴ではなさそうなのじゃ。黒船じゃろ。すごく汗を、やんご、急報、ま、急報。お主、まず待って、皆の者、集まれ、ま、待って、集まれ、獣ども。お主もうタヌキしかおらんのじゃ。このようなよそ者。早う、俺なんぞ褒美をもらえるぞ。怪しげなやつよ。え、暗いものめ。あ、しもた、また読むの忘れておる。いや、助けてやりたいものじゃの。は、あ、あの光ってるやつじゃろ、絶対。あのかぐやの。いやいや、右上になんか、またあの風船のやつが。そごしてやろうぞ。まことじゃ。悪雷の鶴じゃろ。おお、浜に、浜に埋まっているそうじゃ。何をじゃ。いや、なんぞなんか埋まっているそうじゃ。浜に埋まっておる。石を掘り出さねばならずのよ。つまみ出せ、このような。海を貸すな。おそらく土器か茶器かなんかそのあたりのものを探しておるようじゃ。堺の商人か。弥生式土器ではございません。なんぞ、お主、やめよ、やめよ、お主。帰れ帰れ、やめよ、お主。それがしの殿の前に面前に出るならまだ早いのじゃ。それがし、お主、今後はそれがしを通して話しかけるように。それでよい。よし、上様、言っておきましたぞ。言っておきましたぞ。まずは釣りじゃ。釣り、え、なんか探す。あ、ガがおるぞ、お主の好きなガがおるわ。まず待て、ガが好きなのじゃよ、お主。とな、お見事。ちょっとここでちょっと消毒したいのでよ。あれ、お、また。あ、虫、虫、虫捕まえ、虫。いや、お主、あっちゃん。あ、お、誰かの家に入ってしまうぞ。あ、危ない危ない、人も、人も、危ない危ない、痛い痛い。危ない、あ、痛い。